清本寺は東京都世田谷区北カラス山にある寺院。浄土新州本願寺派に属し、海山は1646年没の有年と伝わる。旧地は麻三川台で関東大震災後の1924年に築地にあった炎光寺と共にカラス山の現在地に移転した。清本寺はカラス山寺町を構成する26の寺院の一つで最も早い時期に カラス山に移転してきた寺院でもある。カラス山寺町のメインストリートにあたる寺院通りは、町域を南から北に横切るように、約600メートル続いている。寺院通りから創福寺の角を左折し、同時の墓地を過ぎたあたりに、明珠寺の敷地と路地を挟んで、向かい合うような形で清本寺がある。浄土新州本願寺派に属し、本山は西本願寺、三号を、 利光山という、清本寺はかつて、麻三川台にあった。創建年は1598年に遡り、解散は1646年没の有年と伝わる。ただし、五府内寺社備校という資料では、起立年代を地部進港として、不明扱いしている。1695年2月に発生した火災によって、古記録を消失したため、 創建当時の詳細は不明である。五府内寺社備校の記述によると、1708年までは、麻振舞寺町の全学寺の隣にあったが、そこは水はけの悪い土地で墓所に、水が溜まるなどした上に狭かったため段階一同が、迷惑していたという。段家の友江門が、自分の寺社のうち132坪を寄付するなどして、境内年口424坪となった。 1781年12月4日、第6世住職王が本堂を再建したことが、胸札によって判明している。1878年10月には、赤坂日野木町にあった、明福寺を合併した。明福寺は、開江年間の頃は、赤坂今井町にあり、明治以後に赤坂日野木町に移転した寺院である。合併時には、 妙福寺の本尊阿弥陀如来像も清本寺に移っている。関東大震災後の1924年、第13世移住職吉尾は、前住職の吉弘と協力して、道府及び墓地をカラス山の現在地に移転した。清本寺は、カラス山寺町を構成する26の寺院の中で、最も早い時期にカラス山に移転してきた寺院でもある。 この時同じく浄土新州本願寺派の円光寺という寺院も築地からカラス山に同時に移転し、義弘はこの寺の住職を務めることになった。円光寺は築地小坊内にあった寺院で町人の墓地が多かったという。後に円光寺は埼玉県熊谷市に移転し、義弘は清本寺の第十四世住職となった。なお円光寺は熊谷市銀座に現存している。 清本寺は、江戸詰めの福岡藩士の菩提寺であり、黒田調整室の三号変額が残っている。どのような由来で菩提寺になったかは不明であるが、藩籍奉還によって、江戸にいた藩士たちが引き上げると寺も衰退した。清本寺に残る墓地には、士族のものが多く、その中には、菊の紋章をつけて、家柄の高さをうかがわせているものも見受けられる。 清本寺は緑豊かな寺院で、夏には猿滑りの古木が咲き、秋には門前の木々が紅葉となって参拝者を出迎える。本堂は東西七間、南北七間で宗教や木造り、屋根は道板武器の千鳥派布で、胸の両側に据えられた鬼瓦には、五十七の霧が寺門として使われている。清本寺の墓地には、浅見聖二郎、 内藤作、足立長家、足立東高屋子などの墓がある。その他に、本堂の東方、山道の奥に小高い塚があり、旧福岡藩母親戦争戦没戦病死者、戦中比が混流されている。石踏みの裏面には、藩士、飛鳥安之ス城他9名の名とその家臣たち9名の名が刻まれている。境内地の面積は628.41坪。 墓地664.59坪、本堂5501坪、栗客伝97.25坪、都市密開館106.39坪を測る。本堂には阿弥陀如来像、木造聖刊の恩母殺立像、聖徳太子像が安置されている。脇壇にある阿弥陀如来像は歴史の孔で触れた妙福寺の旧本尊で江戸時代の作である。 造高は 55.9cm、台座ン 18.3cm で、寄せ木作り、玉眼貫入、失白、肉田武さだまと白庫はそれぞれ推奨性である。肉身部の金霊彩りは候補によるもので、左手首及び両足先の剥ぎ寄せが緩んでいて、接着剤での補修が見られた。木造生刊の恩母殺立像と聖徳太子像は、高村幸運の作で、 それぞれ77歳83歳の織のものである木造青函の恩母殺立像は1928年の作で造工は23センチメートル台座6センチメートルの一木造である聖徳太子像は造工54.5センチメートル台座15.3センチメートルの一木造で髪をらに湯げ から航路を取っているが、航路の付け根部分は、第二次世界大戦中、防空壕避難の際に切損したという。この聖徳太子像は、第十三世住職、吉尾の発願によって増立された。他の時報としては、歴史の項ですでに触れた通り、江戸詰めの福岡藩士の母大寺であった縁で、黒田長生が、三号変革、利光山を記号している。長青は、 監視屋所に優れた人物として知られていた。AB、世田谷社寺と史跡その321ページでは、住職の話として、新州ではあるが、本願寺派であるかどうか紛らわしく、むしろ遠行寺の方が自覚が高いと記述している。赤坂今井町は、出展、世田谷区社寺資料第一集彫刻編145から147ページの記述に従った。ありがとうございます。